アイセグ2とアイセグ用エネルギー計測ユニットの登録を行います。開始ボタンを押して登録画面へおタッチします。無線機器をタッチします。無線機器設定画面で無線登録をタッチすると無線機器登録モードになります。アイセグ用エネルギー計測ユニットの無線登録用スイッチをおよそ2秒長押しします。登録が完了するとアイセグ用エネルギー計測ユニットの登録 LED が点灯し、アイセグ2がピーとなります。登録完了をタッチします。